久しぶりです。あ、お久しぶりです。本日は中村さんに来ていただきました。肩もみの動画が特にそうなんですけど、今でも人気が高くて。人気がある。あ、そうなんですよ。物好きがいるもんですね。物好きな方がすごい声がいいとかで。あ、声ね、はい、あ、はい、今回中村さんがまた来てくださるっていう。あ、はい、腰なんですよね、今回はね。あ、辛いですか。はい、はい、左の腰が痛くて、はいはい、で、はい、膝の裏の下、はい、膝裏の下、何ですか、ここ、ふくらはぎあたりに突っ張りを感じるみたいな、なんかちょっと改善していただけたらなって、はい、かしこまりました、はい、頭のマッサージが見たいですっていう方が結構多かったんですけど。いいじゃないですか。よろしいですか。はい、ぜひぜひお願いします。こちらもやらせていただきます。よろしくお願いいたします。ちょっと見てください。こういう感じ。はい、そうですね、はい、お願いいたします。今両ふくらはぎですかね、突っ張り感あるっておっしゃったのは、うん、そうですね。で、腰は、はい、はい、左腰ですよね、うん、はい、この辺ですか。もうちょっと上ですか。あ、そこからそこら辺ですね。ここからこの辺にかけては、はいはい、痛みますか。あ、今は痛くないんですけど、はいはい、あの夜痛いですね。夜痛い。寝るとき。一日の疲れが出て痛いって感じですかね。まあ人生の疲れですね。なるほど。で、ふくらはぎは両方とも突っ張る、はい、この膝裏から、はい、そのもうちょっと下です、はい、もうちょっと下、その辺、この辺、うん、はい、このあたりに両方とも、はい、突っ張り感がある。はい。はい、ここが痛い。これ背中だから、はい、あの内科行った方がいいですよね。内科、あ、その内臓って感じですか。いや、わかんないんですよ、痛くて。あ、すごく痛いんですか。でも夜だけなんですよね。夜だけ寝る時に腰が痛いなって思ってて、うん、こうやってやると、うん、あ、痛いのこの辺だなみたいな。あ、はい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 。まあそうですね、心配だったら内科も受けた方がいいかもしれないですけど、おそらく筋肉だと思うんですよね。お願いします、はい、よろしくお願いします。キリキリ痛むとかそういう感じじゃないですよね、うん、なんかこの辺痛いなみたいな、まあ、普通の腰痛の感じですよね、うん、はい、記憶にあるというか知ってるやつみたいな、はい、あ、はいはいはい、以前もね、うん、振り腰みたいな、うん、おっしゃってましたよね、腰がすごく痛かったことが。はい、じゃちょっとまずチェックさせていただきますね、はい、うつ伏せは大丈夫ですか。大丈夫です、はい、お辛いことあったらおっしゃってくださいね。左右への蛇行はあまりないですね。ただ骨盤で見るとちょっと右が今高いですね。少し骨盤が左右差があります。はい。左右差。はい。お、はい、はい。で、なんかね、太ったんですよ。うん、はいはいはい。ここ最近。はい。体重を支えるっていうのが。肩甲骨が、はい、高さ的にはそんなに変わらないんですけど。はい、左側の方が離れちゃってますね、うん、あの脇の下の方に向かってこう近づいてしまってるというか、肉が詰まってるからでしょ。詰まってる。でも右はそうでもないので左右差が結構あれ、左側に肉付きがいいってこと、うん、いや肉付きか、まあ、どっちにしてもこう多分こちらの方に、うん、まあ、肩が前に来ちゃってるというか、肩が前に来てる、はい、巻き込み型とか聞いたことないですか。はい、その状態で左の方がそれが顕著なんだと思います。はい、はい、ですね、ちょっとこっちの方が詰まってる感じ、こちらの方が、まあ、あの、まあ、スペースがある感じで、はい、ここはなんかあんまり詰まってる感じですよね。なるほど、はい、はい、で、まあ、右の方が少し高くて、うん、で、まあ、なので右足も短いんですよね、左側でかなり全然違う、かなり違ってますよね、何これ、こんなに違っちゃってます。はい、自然にしてだいぶ違いますよね。はい、そうですね、お尻のところで見てもかなり違っちゃってるんですよ。はい、こうなっちゃってる感じですよね。はい、だいぶなんか下の方に行くほど歪みが大きいかなっていう感じですよね。はい、で、まあ、左の方が開いちゃってるので左の腰の方が痛いのかもしれないですね、うん、こうちょっとなんていうんですかね、ねじれてるというか、はい、はい、というようなことがあるのかなと思います、はい、ちょっと痛みのチェックします。すいませんが、はい、痛いかと思いますが、ちょっと待って、はい、分かった、はい、はい、すいません、まあ、ちょっとそんなにグリグリはやんないので、わ、はい、かりました。あ、痛、はい、痛、え、
今の痛いですね。はい。すごい。何それ。これ痛い。痛いですね。ここね。ちょっと結構筋張っちゃってるので、まあ、軽くなんですけど痛いですよね。はい、で左側ですね。うん、こっちに入っ、まあ、まあ、左。ああ痛いですね、うん。でも右の方が痛かったですね。そうですね。そうですね。左の方が痛い。うん、左の方がまだ柔らかいです。はい。はい、右の方がちょっと。やっぱり強いですね、筋張ってる感じが。で首を見ますね、ここがすごい痛いですね、まあ、左も凝ってますけど、右の方が痛いですかね。はい、そうですね、はい、すいません、そうですね、ふくらはぎも見ますね、お願いします。あ、両方とも押してみて、やっぱり、うん、うん、あ、右の方が痛いですね。右の方が痛い、ね、はい、右の方が張ってる感じがします。そう、そうですね。左をかばってるからってこと？うん、うん、あの右の方が短いじゃないですか、はい、短い側の方が詰まってる側なので、あ、より凝りが強い側の傾向があります、そうですね、まあ、かなり痛いですね今ね、はい。重症度で言ったらどのぐらいですか？あ、まあそうですね、10のうち10のうち7、8ぐらいですかね。あ、そんなに結構そうですね、ここ、まあ、強い方ですね、あのちょっともう少し行ったら、まあ、またちょっとその動かせないとか、すごく痛いっていうことになってもおかしくないと思います。お願いします。はい、ではちょっと今回ブラシを行って、はい、こうあの普段から凝り症の人って、はい、やっぱり0とか1とかがない状態なんですよね、うん、元の状態が5、6だったりするので、なので、まあ、ちょっと辛いかなぐらいの時にはもう7、8になっちゃってるみたいな、うん、そうだね、なりやすい、はい、そうなんですよ。あ、すいません。なるほどね、はい、でもちょっとこうやって、うん、人にこうやって揺らされるだけで、はい、気持ち楽ですね。あ、はい、よかったです。なんかなんとなく、はい、なんか辛いとか怖いとかあったらおっしゃってくださいね。やっぱそのね、そこの、はい、あれですね、やっぱりこの部分はね、そう、この動きが良くないので抵抗感がありますかね。なるほど。ああ、これで体調良くなってまたね、夏ですしね。まあ結構あの今あの気圧の変化も激しいじゃないですか。まあ、体調悪くされて出たり、凝りがひどくなってる方多いんですよね。イメージ的に、その寒い時の方が凝り固まるというか、あまり動かないから、夏もこんなに痛いんだって思ったら、はいはいはい、あ、やっぱちょっと太りすぎちゃったな、ダイエットしなきゃみたいになるんですけど、なんで夏はこう、はいはいはい、あの凝っちゃうんですか？いや、エアコンだったりとか、はい、寝てる、はい、で、あと今年特にやっぱりその7月はそんなに温度がな暑くなくて、うん、8月になってこう酷暑になってとかっていうことも変動が激しいですし、うん、そうですね、まあやっぱり、あと湿度の不快感とかもあるでしょうし、よく寝れなくなっちゃったりしますよね、そうなると、うんうん、そうするとやっぱどんどん疲れが溜まっちゃうんですよね、あ、左の手のところ痛い、うんうん、あ、はい、大丈夫ですか？辛くはないですか？大丈夫です、はい、中村さんのいい声が聞けるだけで嬉しいですって方いましたよ。変人変人ですよ。来てくれたらそれでいいぐらいの。そうですね、久々気持ちいいですね、やっぱりね、良かったです。なかなかやっぱりお子さんもいらっしゃいますしね、うん、仕事されてるから難しいですよね、お家のことと。なんとなく、こうちょっとなんか気晴らしというか、なんか気分転換じゃないけど、あの肩ぐるぐる回すようにしてみたりとか、はいはいはい、信号待ちでちょっと足伸ばしてみたりとか、そういうことは心がけてるんですけど、いいですね、やっぱりちょっと足りないですよね、それね、まあ、確かにもうそんなもんじゃ効かないですよね、うん、今3歳ぐらいですけど、そうなんですよ、うん、やっぱり抱っことかもまだ結構ありますかね。抱っこ抱っこ言いますよね、何歳ぐらいになったら言わないもんなんですか？どうですかね、まあ、
甘える子は結構大きくなってもね、5、6歳でもね、まあ、話がね、今でも3歳ぐらいだとやっぱりまだまだ甘えたいですもんね。結構重いですもんね。 10キロ以上ありますよね。11キロですね。でも3歳で11キロなんですね。少ないですよ、ね、少ないですよ、うちの子9キロ今あるんです、でかいですね。でかいですよね。重くて、半年ぐらいの時は全然6キロぐらいしかなかった。6キロ7キロ、軽い子だったんですね。女の子ですもんね、全然食べなかったし。あ、そうなんですね、女の子の方がなんか細い感じしますね、と。わがままとかもありますか、3歳ぐらいだと。いやいや、わがままでしょ、わがままでしょ、ですよね。女の子だから、うん、やっぱ着てる服とかね、そうですよね、うん、ピンクがいいとかね、うんうん、髪の毛の縛り方が気に入らないとか、結構もうあれですよね、3歳になると女の子はもうお姉さんですよね、うん、そういう女子の感覚が、こだわりがね、もう変な話、うん、右から靴履きたかったのに、あー、そんなことまで左から履かせられたとか、それで機嫌悪くなっちゃうんですね、大変。血が流れる。はい。じゃあ今これで揺らしが終わりましたので、はい、下ろしていただいて、はい、一度チェックをしますね。はい。じゃあ一度やりますね。楽にしてください。はい、どうですか。全然痛くない。はい。柔らかくなりましたね。全然痛くない。はい。すげえ。はい。え？柔らかくなる。なんで？はい。ほぐれてるんですよね。すごい、はい、本当に、はい、で首の方も痛くない、はい、さっきより痛くないですね。え、はい、すげえ。で肩甲骨の位置もさっきより左右対称になってるので、そうなんだ、詰まってる感、こっちの感じと左右であんまりないですよね。全然痛くない、はい、さっきめっちゃ痛かったのに。ですよね。でこれ揺らしたら、はい、何、血行が良くなったみたいなことですか。いや、これはカイロの理論なんですよね。骨カイロの理論、はい、骨を矯正してるんですよ、背骨から頸椎まで。この揺らすによって位置を正して、うん、で筋肉は緩むっていうことなんですね。で、はい、でさっき右の方が高かった、今も若干右の方が高いんですけど、かなり軽減しました。もう半分以上差が小さくなってます、うん、なので足の方も合わせやすく、まだまあちょっとありますけど、さっきに比べるとさっきかなりね、ぐっとかかと一つ分ぐらい違っちゃってたんで、足も短いんですよね、左側で。かなり全然違う、かなり違ってますよね。何これ、こんなに違っちゃってます。それよりはまあ緩んだ状態で揃ってきてますね、はい、なんでまあお尻の高さもまあ今のかかと程度ぐらいになりましたね、はい。でまだでもやっぱり歪みがあって、ふくらはぎの痛さも見ましょうか、はい、同じようにします。あ、まあまあまあ、はい、まあでも普通の針ぐらいな感じですかね、普通の針。さっきだとさっきだともうすぐ痛いっていう状態でしたよね。普通の針っていうのはあるね。普通の針、まあよ、まあ、これぐらいは、まあ、大体皆さん張っちゃうよねっていうぐらいの、はい、で、うん、揃えていくように。揃え。そう。あ、ボキって言った。いいね。それもそれで気持ちいいですよね。あ、よかった。あ、動きましたね。ね、はい、おいしょ。はい。あ、いいね。はい。で、まあ、ちょっと右の方がまた、うん、その縮みっていうかね、うん、短くなってますので、少しこちらを大きく伸ばすように。
します。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。